おはようございます。釣り子 TV です。先日ね、釣りに行った時にこれね、ちょっとカラー買いっていうか、あんまりにもねかっちょいカラーだから買ってみた、ロング A なんですけども、これで魚を釣ることができましたので、まずは動画をご覧ください。あー、でもよっしゃ、ロング A だよ。ロング A 来い。やれー、ロング A、 ロング A 来ない。あ、来たー、ロング A 来たー。よっしゃ、ガバガバ。あ、おりゃ、すいません、鈴鹿さんのおかげです。ロングエー、あらー、サンキューです。はい、ロングエーに綺麗な塩焼きサイズのシーバスくんが釣れましたよ。がっぷりね、丸飲み。はい、こんな感じ出てくれました。じゃあ逃がしてね、引き続き頑張ります。はい、帰ってきました。っていうことでね、まぁ、ちょっとお祭り騒ぎみたいに釣れたね、レンタルボートでのシーバスだったんですけども、そこでね、あの派手派手カラーのログ入れたらどうなんのかなと思ってね、結構ねシーバスだとあのキラッキラしたような、なんていうんですか、クローム系のね、ああいったルアーが効く、まあ夜にこういうね色使うことはあるんですけど、昼間使ったらどうなることかということで試してみたらね、結構いいシーバスが釣れてくれたんですね。というわけでロング A ですね。この色超渋くないですかね。えこんなね、往年の超名作ルアーですけど、まあこう言ったらあれなんですけどね、食パンにこのなんていうかね、カビが生えたような、あー、このね、ファンキーな色、どうしてもね一個欲しいななんて思って、ちょっとね、あのアメリカンバッツショップさんの方でお取り寄せして、でまあボックスに忍ばしていたわけなんですけども、バチッとね魚も釣れてくれたんで、またねちょっと動画にしてみようかなと思ってまとめてみました。というわけでね、またねこれはね、あのアメリカンバッツショップさんのインフルエンサー募集っていうねイベントで、まあちょっとなんかアメリカンなルアー使って動画作ってみないかということでチャレンジしてみたわけなんですけども、これね、ホームページで見ていくと、まあこのねホームページでね結構綺麗に写真が載ってるからね、この色よ、この色と思って、なんだこの色と思ってね、思わずね買っちゃったんですけど、ね、黒頭でね、ペイントアイで後ろね、これどうやったらねこの色ね思いつくのかなと思って、なんかねすごいねかっこいいんですよね。でまあ説明も書いてあるんで、ボーマーロング A B15A ね、そういうモデルを買ってみたんですけども、ボーマーロング A B15A はウォブリングが強いミノーとして名高いルアー。このタイプのルアーの中でも浮力が強く非常にアピールが強い。バスを誘う使い方も様々で、ジャーキング、ウェイキング、トゥイッチングと大技、小技を問わず演出できる名品。カラーバリエーションも豊富で、バッディからクリアウォーターまで十分に対応。先行深度は約1メートル、トローリングであれば 2.5 メートルに達するということで、また分かりやすい説明が書いてありますが、ね、ボーマーね、いろいろね、あるんだけどね、これもね、価格はね、1080円ね、1080円でねこんなねルアーが買えちゃうんですけども、あ、でもねこの色に限ってはね、この色は残りあとね3個しかないんでね、この派手派手から興味あるよっていう人は早めに、ABS のホームページ開いてみたらいかがでしょうかっていう感じなんですが、まあね、ブラックバスでもね使いたいですけどね、まずはちょっと海で、投入してみたっていうことで、で使い方でジャーキング、ウェイキング、トゥイッチングってね、3つの使い方が書いてありましたけど、ジャーキングは結構大振りにね、こう9時から6時ぐらいにバサッとね、バサッと釣り竿を瞬間的に戻してクイッと戻すことによって、こう大きめのねダートをさせるための動き、この動き好きなんでよく使うんですけども、でトゥイッチングはそれをもうちょっとダンってやるよりも手首でトゥッドゥッてね、こう入力してブルンブリンブリンブリンってね、
ちょっと小ぶりに動かせる。で最近ね、まあ最近って言っても結構前なんですけど、もうアメリカのトーナメントなんかを中心に流行ったのがこのロングエイを使ったウェイキング、この高い浮力を生かして水面をねこう攻めるね、あのバジングだって言い方だとちょっと馴染みがあるかも、バジングではないんですけども、水面をミノーによってこうデリ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 ねこうアピールして、静かに魚を寄せてファッて食わせるっていうね。でそのためにこの、まあ、ログを使い、さらにボーン素材を使ってこうやすってね、皮膜を薄くして、もうギリギリね削りすぎて穴開いちゃうなんてこともあるみたいですけど、ギリギリ強度が保つこの限界までね、サンドペーパーとかでやすって、でこのボディをより軽くしてより浮くようにしてウェイキングして誘うっていうね、独特ななんか裏技みたいなテクニックがあるんですけどね、まあちょっと自分ではまだやったことないんで、そのうち機会があったらチャレンジしてみたいななんて思うんですけども、そんな感じでね、結構いろんな多彩な使い方に対応してくれるっていうことで、でまあ今回はねスピニングタックルで使ったんですけども、湖で使う時はこの前のねスミスウィックのミノーでも言ったように、ベイトフィネスタックルを使ってベイトでね、でスパンスパン投げて使ってみようかななんて思ってるんで、まだまだねあのこれから秋本番になっていってね、この巻物、いわゆる巻物が効くシーズンで、もう一伸びあるんじゃないかなと思うんで、積極的にねタイミングがあったら使ってみたいと思います。トズラッパラダムなんかね、あのすごい今濁り入っちゃってるんでね、こんな派手なねどうしようみたいな、このカラーすごい効くんじゃないかななんて思ってますんで、そういったところでね、そのさっき言ったようなベイトフィネスタックルでちょっとジャーキングしてスパンスパン投げてってね、そういった釣りを試してみようかななんていう風に思っております。まずはね、今回シーバスなんですけどね、レンタルボートで釣れたんで動画にまとめてみました。こちらねアメリカンバスショップさんのねネット通販でお取り寄せしたですね、ボーマーの 15A のこのスペシャルカラーというかね、気になるカラー、これで魚が釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。